で、えっ、ー、と、事案の概要としては至ってシンプルでございまして、えーまあ、製薬会社ですね。製薬、あとは医療販売ですね。薬品の販売をしている会社が、まあ、MR、えーまあ、外勤営業ですね。医療情報を医療機関にまあ提供してですね、安全性、有効性を確認したりとか、医、まあ、薬品を販売する。そういった外勤のその営業を MR と一般的に言われていますけれども、その MR の、えー、従業員ですね、えー、の方が、 2018年3月から2020年2月、まあ約2年間までの残業代、1368万程度との支払いを求めた。そういった事案でございます。で、外勤営業で、まあ直行直帰なんですね。この人の勤務形態がですね。えー、ですので、まあ事業所外見なし制度がまあ適用されていたということで。 え、ま、適用されてしまうとですね、残業が発生しないという、所定労働時間したものとして見なされますので、ま、この MR のえ社員はですね、いや、自分には事業所外見なしは適用できないんだということで、残業代の支払いを求めたといった事案でございます。なので、事業所外見なしが争点になったということですね。で、これはま、交際判決でして、ま、地裁はですね、事業所外見なしを認めました。で、交際は認めなかったというところでございまして、そこの詳細を今から説明させていただきたいというふうに思います。